皆様ありがとうございます。では、引き続き、受賞作品のプレゼンテーションと公表質疑に入りたいと思います。奨励賞、優秀賞、最優秀賞の順番に行っていきたいと思います。ちょっと初めに公表してた時間より少し早めに進んでいるんですけれども、まず最初に奨励賞の、作品のプレゼンテーションとして、札幌みんなのサイクルポロクルの、プレゼンテーションを行っていただきます。発表者は株式会社同梱の奈良正一様です。よろしくお願いします。ただいまご紹介につかりました株式会社同梱の奈良と申します。本日は奨励賞いただきまして誠にありがとうございます。ポロクル関係者を代表しましてお礼の言葉とさせていただきます。ありがとうございます。まずポロクルでございますが、ポロクルは札幌都心部で今現在事業化しておりますサイクルシェアリング事業でございます。札幌のポロとサイクルシェアリングサイクルの機数ですね、これから札幌みんなのサイクルポロクルという名前で事業化をさせてもらいました。現在2年目に入っております。冬季はですね、なかなか自転車は動ける環境にないので今は休業しておりますが、また春から動きます。ポロクルのですね、デザインにつきましては基本的なデザイン、やはり札幌の街中に合うようにということで、雪のイメージ、北海道のイメージということで白い自転車を持っております。デザインの基本的な相性につきましてはこちらにありますが、デザイナーの南雲様にお願いしまして、そしてそのデザインをもとにですね、札幌の企業グループで制作しております。自転車ポートシステム、これを全てですね、札幌で作っております。ですから私どもはこれは民間初の民間として全て実施しておりますが、札幌の市民のための札幌のメイドインサポートの取り組みということで、そうした意味でこの賞を受賞できたということは違った意味でも大変嬉しく感じています。ありがとうございます。さて、今回のですね、ポロクルでございますが、そもそもこの土木学会のデザイン賞というもののイメージを見たときに、やはりその道路空間とか外部空間、ランドスケープ、そもそも将来的には本当に景観を作っていくとか、それから最終的には土木遺産になるようなもの、こういったものが対象になる賞だったのかなというふうに思っておりました。そういった意味でポロクルというものは札幌の街の中に入っておりますが、なかなかこのポロクルが入っただけでは都市景観というものはなかなか改善しません。しかしながら、その私どもが今回この賞を贈させていただきましたのは、私どもが目指しております、例えばポロクルを通じた地域のにぎわい、それから環境の改善、それから自転車の走行問題の解消、放置自転車の問題の対策、こういったものをですね、地域の本当にその活躍している一線のユーザープレイヤーたちとともにですね、また行政の人たちとともにそれを取り組んでいくというものを総合的な取り組みとしてですね、応募させていきました。そうした意味で、本当にこの取り組み自体がですね、この受賞の対象になるのかどうか、こういったものは私どもとしても本当に、不安な感じで受賞を応募させていただいたわけでございます。ですが、こういった賞をいただいたということは、やはりこの私どもの取り組み、単純にですね、ポロクルそのもののデザイン性ということではなく、ソーシャルの部分といいますか、新しいコミュニティ活動というものを取り組んでいくという我々の取り組み自体を評価していただいたということで大変感激しております。そういった意味で評価していただいた評価委員の皆様に本当に感謝の言葉を述べたいと思います。ありがとうございました。ポロクルはですね、現在2年目に入っておりますが、実は誕生から約5年ほど経っております。この間さまざまなですね、方々に応援をしていただきながらここまでたどり着きました。
まあ、ここに書いております各いろいろな先生方も含めてですね、いろいろな本当にその最初の本当に小企画の段階から実施の段階に至るまでいろいろな方面からですね応援をいただいてここまで来たというところでございます。そうした意味で本当にこの場を借りてですねお礼を申し上げたいと思っています。まあ、さて今回のですね受賞にあたりまして、まあ奨励賞ということではございますが、この奨励賞私どもの認識としましてはやはりその今私が申し上げましたようにポロフィルというものが目指している姿これは地域のにぎわいであったり環境問題の改善であったりするわけです。これは豊かな人間環境それから人々が寄り添っていけるような都市環境の創造こういったものをですね実現するために取り組んでいるわけでございますがその取り組みはよく分かったと、だけどまだまだ実現に向けて頑張れよとそういった応援の意味も込めての奨励賞ではなかったかというふうに受け止めております。そうした意味で本当にこの今回の奨励賞というのは私どもにとって糧になりますしこれをまた今回のですね奨励賞を本当に糧にしまして前向きに取り組んでいきたいというふうに考えております。札幌はですね今白い雪の覆われている状況でございます。これがまた4月になりますと緑に覆われてきます。そうすると今度白い緑の中に白い自転車がポツポツと街中に現れてきます。ぜひですね4月になったら札幌に来ていただいてこの自転車を乗って札幌の街中を走っていただければというふうに考えております。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。では続いて公表に入りたいと思います。公表していただくのは選考委員であります法政大学の高見先生です。よろしくお願いします。どうも法政の高見と申します。では審査の過程も含め、ポロクルの、まあ、その公表といいましょうかそういった観点からのご紹介をしたいと思います。で受賞者の一員に審査員の南雲委員が入っておりますがこれは規定によりまして審査から外れておりますのでご紹介なくていいと思います。結果が出たからもなかなか教えてあげなくていいで、まあ、私審査員は手分けをしてその実地見学に行くわけですが、で、まあ、同学会の時代賞はその地元とコンタクトを取らずにある意味こっそり見に行くということであります。で、まあ、私自身が北海道の仕事が非常に多くて札幌というところには数百回行ってるということもあって、まあ、ぜひこれを見に行きたいということで、まあ、自らこれの審査員格をしていただきました。でこの上に貼ってありますものが応募書類に書いてあったところで、まあ、審査の過程でも結構これが話題になったわけです。で、まあ、目的は今ご紹介あったようにその札幌の活性化であるとか、まあ、そういったことをいろいろとあるわけですけども、まあ、のっけから放置自転車という字から始まっていたもんで結構審査の時にはその放置自転車問題と、まあ、都市景観という割とストレートに結びつけられた議論をしてしまった感があります。でそういう観点からは、まあ、現在500台ぐらいでしたっけが、まあ、札幌なんというのも大都市ですので膨大な都市活動を行っている中に500台投入されたことでどれぐらい効果があるのかねというような議論などもありました。その一方でいろいろともちろん調べたり説明させていただくと非常にこれは民間ベースで進んでいるものであるということがありまして、その辺が奨励賞の一つということになりました。では公表文はお手元にも書いてありますが、同学会デザイン賞としてこれをどう評価すべきなのかという、まあ、そのプロダクト自身を、まあ、どうこうというものなのか、都市景観的に見るものなのかとかもあるわけですし、その放置自転車対策としての効果っていうのは、まあ、どれぐらい期待できるのかというような議論をいたしました。でまあ、結果ですね、それからもう一つは、今先ほど申し上げたとちょっとつながるんですけれども、まあ、こういわゆるサイクルシェアシステムのようなものは、結構今、全国で始まっていて、
でそういうのに対いうことがいっぱいあるので、そのこと自身がまあ先進的とはとまではもう言えない段階かなとっていう中なんですが、で札幌自身非常に大きな町ですので、そのこういわゆるその投入されている努力と効果の問題まで考えちゃうと、まあ、結構悩ましいなというのがありました。まあ、その中で民間ベースでやられているということ、それからその景観への影響を抑えたポート配置のちょうど写真が出てまいりますが、あります。からもプロダクトとしてのデザイン水準は文句なしということでありまして、ちょっと写真でございます。でまあ、観光客の立場で1日カードを買わせていただくと、多分この観光客向けのこれをくれちゃうんですね。こういう本をくれまして、でこんなチラシが置いてあります。したがって、まあ、観光客にもそれなりにターゲットにしているのかなと思います。でその今から申し上げることは、その市民の方が会員として毎日お使いになる立場と、やっぱり私が行って1回使った立場がだいぶ違うので、まあ、そこのところは市民の立場からの評価はさすがに難しいということを言いますと、まあ、応募書類にはこんなって、先ほどもありました36番のポートもそうでしたけど、31番のポートもこんな感じであるので、まあ、言ってみるまではこんな感じにあるんだろうなと思っていったわけです。それでこういった地図をいただいて、これにこの42箇所が全部書いてあるわけですが、そんなわけで私札幌の街はまず相当程度知ってると思っていたので、行きゃすぐ見つかるもんだと思っていたんです。これがですね、なかなかポートがどこにあるかわからないってこと。少なくともこのオーダーの地図では全然無理で、次のこの拡大図を見ないとどこにあるかわからないというのがですね、で結局この、例えば事業しました京王プラザーですから、ここの辺にあって、で京王プラザーはここだなと思うと、ここに番号が書いてあって、行ってみるとこういうふうになるわけですね。でそれはその日常的に使われている人にとってはさほど問題がないということかもしれないんですけれども、それから都市景観という観点から、まあ、かなり控えめな設置なのかなという気もするんですが、全日本でのやつはこんな感じで、ここもちろん私はスーッと通り過ぎてないないと言ってフルキャルキャルしていたわけですけれども、まあ、景観への配慮もさることながら、ただこのシステムをその市民に浸透させたりアピールしたりするんであれば、もうちょっと出張ってもいいんじゃないかなというのが実地行ってみての感想です。それは見つけるのに往生したんでの恨みもあってもかもしれないですけども、もうちょっと狙っていいんじゃないかという感じがいたしました。そのプロダクト自体は非常にかっこよくできてますから、これが街中にこう露出しててもさほど問題なかろうという感じであります。従いまして、これ民間ベースということもあって、民地の中にこうやって置いてあるも、これはまあこれは道庁の敷地でしょうけども、非常に 見た目もこんなような感じでございますので、そうそう見苦しいということもないので、まあ、そのあたりは今後もっといろいろと交渉されて、もうちょっと目立つところも含めてから、多分先ほど来申し上げているようにボリュームとして多分もっとたくさんあった方がいいと思いますので、まあ、ぜひ頑張っていかれたらなと思います。でまあ、あえてちょっと意地悪なこんな写真なんですが、まあ、手前にこうかっこいいポルクルがあるんですが、その向こうには膨大な放置自転車がいるという、まあ、こういう景色に対する非常にチャレンジングな取り組みであるということでありまして、まあ、その辺 の受賞者の方のプレゼンテーションにもありましたけれども、審査員側もそのまあそういうその特別目新しいという取り組みではないけれども、きちっと形を作って、それで着々とそれも民間ベースで進めているというその気概を評価し、さらに関係団体が協力しながら、もっともっと札幌のためにこれが役に立ってくれたらなというような気持ちであります。それが1行目に書いてあります。から実際使わせていただいて非常にこう感じましたのは、札幌都心ご存知のように一方通行路が非常にたくさんあります。でこれは基本的に車道の左を走れというふうに、まあ、パンフレットに書いてあってわけですと、一方通行路入っていけないわけですよね。と、しょうがないなら一方通行路に入るときはダメだと思いつつ、私は歩道の上に乗りましたけれども、なかなか一方通行施策と自転車路の整理が難しいなと思いました。
路上設置は先ほど申し上げたことでもうちょっとそういうアピール効果ということがあるならもっと出張っていいんじゃないかなということ、それからですね、やっぱ札幌は平坦な町ですので、まあ、どんだけ需要があるか分かりませんけど観光都市札幌でありますから都心移動に加えて観光客の立場からはもうちょっと足の長い貸し出しがあってもいいかなというふうに思っております。まあ萌え出まで行くかと言われると言わない、行かないかもしれないんですけどもまあそこまでとは言いませんが、もうちょっとなんか、まあ、今後多分増えてくるんでしょうけどももうちょっと広い範囲で行けるといいかなというふうに思いまして、まあお願い半分というかお願い8割ぐらいになりましたけども、そんなような公表でございます。以上でございます。ありがとうございます。ありがとうございました。では続いて優秀賞のプレゼンテーションをお願いいたします。まず最初に、優秀賞の、すみません間違えました質疑応答を行いたいと思います。何かポロクルに関してもしくは、評価に関してですね、質問がございましたらお願いいたします。受賞者から審査員への質問でも結構ですので、何でも大丈夫ですのでよろしくお願いします。じゃあ斉藤先生よろしくお願いします。東京工大の皆さん、斉藤と申します。受賞おめでとうございます。私写真で見る限りでは優秀賞でもいいんじゃないかなと思ってたんですけど、はい、まあ、現場を見なければちょっとまあ分からないということはあると思います。でとてもよくできていると私はこの写真を見る限り思ったんですが、まあ、成功してから2年で、日本の場合、いろんなところで丁寧なデザインがされても、結構使い方が荒くて、綺麗なものがどんどん傷ついたり、使い物になったりするということは、往々にして判明したんですけども、理念とはいかがだったんでしょうか。実際にですね、自転車そのものについては、やはり痛みとは出てきますが、まあ札幌の必須なんでしょうか、その入手室なんでしょうか、今回ですね、ポロクルの自転車が盗まれるといったことはないですし、ポートの大きな破損というものもありません。そういった形で、会員選手ということもあるんですが、そういった意味では非常に成功している部分ではないかなというふうには感じています。ありがとうございました。他にご質問はございますか。はい、どうも審査員を務めさせていただきます西村と申します。私もこの札幌に、会見しに行きました。で、さっき高野先生おっしゃいましたけど、僕もですねなかなか見つからないんですね。路上にあるやつも見つからなくて、なぜかというと実は放置自転車の中に埋もれてて、ポートが見つからない、まあ一体化しちゃってるんですよね。で、一つ聞きたいのはこの放置自転車の問題とこの今回やられているポロクルっていうのが連携を取って、やられているのか、なんとか放置自転車対策がない上であれをやってもこうみんな自分の自転車を使って来ちゃうんじゃないかっていう気がするのが一点ですね。で、もう一つは今車道を走るっていう取り組みをされてますよね。で、札幌って実際一通がすごく多くてですね、車道を走るときは道交法上は多分車と同じ方向を走らなきゃいけないですね。そうすると自転車っていうのはもっとこう何ですかね、臨機応変にこう行きたい気分がするものなんですけど、その札幌の交通事情とこの車道を走るっていう取り組みっていうのがこれからどういうふうにこう進化していくのかっていうのをお聞きしたいところです。この2点だけお願いします。ですね、私は株式会社同行から新しい会社同行モビリティデザインという会社を立ち上げて、その責任者をやっております澤と申します。実質的なポロクルの運営の責任者でございます。まずご指摘の1点目、放置自転車の関係ですが、私も、モビリティに関する移動に関することを、町のお手伝いをしています。で、それに対して先ほどもちょっと紹介ありましたけれども、札幌踊りまちづくり株式会社という、団体がございます。そこはエリアマネジメントをやられていると。エリアに対してモビリティという考え方で、
まあ、結局は町を良くしていこうということで町の課題解決を手に手を取って今一緒に取り組もうというところです。で、確かに自転車の量がですね、放置自転車都心部はもう1万台ぐらい置いてあります。で、そういう中で我々が何ができるかというと、それだけでは本当にもちろん解決の道は、非常に遠いというところでございますが、少なくとも放置自転車の、半分はですね、町に勤める従業員の方々である。で、その町づくり会社は、商店街を束ねていますので、そういうところに今働きかけをしてですね、できるだけ、コロコロ転換を促していくような、取り組みを、一緒にやっていこうというところで、少しずつ地域の積み上げをですね、今一緒に手を取ってやっていこうと、そういう段階でございます。ですので、それが成果が現れるというところまでいくのはですね、もうちょっと時間がかかるかなというところです。それとあと、自転車の、走行空間の関係ですけれども、私ももともと先ほど奈良は株式会社東根というコンサルタント会社にして、私ももともとそこにいて、自転車のプランニングをですね、公共から受託をして、お返しするという仕事を通常やっています。で、このポロクルは、そうしたことを今度地域発でですね、盛り上げていこう。自転車の問題はですね、行政計画だけではどうにもならないというふうに私も考えていますので、地域の力が非常に重要です。そういうところで、ポロクルは地域の力で、同根としては、そういった行政との計画、これを一体的にですね、今取り組んでまいりたいというふうに考えています。で、そういうところから、少しずつですね、これもまた走行空間への、例えば道路空間の再配分の問題ですとか、それを使っていくルールマナーの問題ですとか、同時にですね、行政側と地域側に働きかけをしていくと、そういうようなことをこの後展開していきたいというふうに考えています。ありがとうございました。では、これで質疑。